皆さん、こんにちは。私、斉藤と申します。今日はですね、Waves Studio l a c 4 OBS。これを使ってですね、いい音で配信できるようにするには、どうしたらいいのっていうのをちょっとまとめてみました。すでにですね、実はこの音声、完成品でございます。えー、ちなみに、これが元の音声なんですね。ちょっと戻しますわ。 あまりにも、あまりにも聞きづらいんで戻しました。それでは先ほどの小さい状態からどうやってここまで持ってくるのかというのをぴっと解説していきますんでぴった聞いてください。どうぞ。さあ、それではまずこの状態から説明していきます。このマイクのところのプロパティじゃないや、えー、フィルター。 これがですね、プラグインのことなので、選びます。これ今、フィルターからですよね。で、音声フィルタープラス、これ多分ここかな v s t 2けプラグイン。まあ、名前は何でもいいです。OK。そして、このプラグインをこっから選ぶ。で、これ今ですね、いろんなの入ってるんですけど、えー、Waves Studio l a c k www. W ありました。ここにね。Waves Studio Lack for OBS。これ選びます。そうすると何も起きない場合は、プラグインインターフェースを開く。ういこれが横に置きます。これが Waves Studio Lack というわけです。とりあえずですね、マイクがちっと 小さいのででで聞きづらいんでここでちょっと多少上げますマイクの音量これぐらい上げたら聞きやすくなったかなはいではですねスタジオラックの説明を軽くしますよ、えー、大きく3つのセクションに分かれてましてまずここイン 今私ここ触りましたけど、インプットのボリューム、大体これぐらいちょうどいいかなっていうレベルに、ここで合わせてしまった方がいいです。で、こちらにプラグインがいっぱい入れられるラックがあります。で、こちら側がアウトプット、出力のセクションでメーターがついてまして、この GR ってのがゲインリダクション。 で,すでこれが出力のボリュームマスターフェーダーですよねこれは基本触らないでこのレベルメーターは大事メーターの見方を覚えましょうねこの一番上の線瞬間的な最大入力の値を示してるんですけどもこの下のところにもこれ数値でその値が出ます マイナス10.0とかなんか出ますわね。うん。これがメーターの見方です。ではですね、えー、ラックに早速挿していきましょう。今、あの、ウェーブスさんではですね、配信に使うといいよっていうプラグインがいろいろセールになってまして、このセールになってるやつの中で、オーディオトラックっていうね、 おううディオトラックおうまで入れたらもうこれ出ますよねオーディオトラックさオーディオトラックこういうもんでございます今ちょっと紫の線が出てるこれイコライザー EQ 音質を調整するもんですでまず最初にやりたいのが人の耳には聞こえないんだけど ある低音これをカットしたいんですねで今これイーコーライザーを使ってカットしますでバンドっつうのが123412344つあるんですけど一番低い周波数あこれ低い周波数から高い周波数になってます一番低いところの線が 63Hz 一番上が1 6 キロヘルツってて書いてますよねで一番低いところを削りたいのでこの一番のバンドを使います一番のバンドオーンそれでパラメータ、えーがタイプっていうところこの一番左を選びますこれはハイパスフィルターって言いましてハイパスっていうのは高い方をパス出す ここにね、ちょっと逆説的な名前がついてるんですけど、ローカットでいいと思うんだけど、ハイパスなんです。変なの。これでハイパスに設定して、あとはどれぐらいの周波数から何ヘルツ以下を削っていくかを決めるのが、この真ん中のフリケンシー。まさに周波数ですよね。これを上げていくと、こう。 上がってくんですけどあんまりアゲアすぎるとこういうなんか電話の音みたいな感じになるわけですよ。これはやりすぎなのでだいたい自分の声が変わんないところをギリギリ狙っていくそうすると大概の人は90とかそれぐらいになると思うんですよね。 90ヘルツぐらいでいいと思います。まあ、そんなにガチガチに考えなくても、これぐらい削れてれば、うん、大丈夫です。ほんで、次、この青いの、ゲートって書いてますけど、えー、今回は使わないので、無視。次、この黄色いの、コンプ。これは割と大事ですよ。でもね、あの難しいこと考えないで、この一番上の、 これ、レシオってやつを大体4。アタックっていうやつを大体早め。0.4。知らんけど。で、リリース遅め。400とか300とか。わかんないけど。こんな感じ。これで、スレッショールドってこう、書いてあるんですけど、これ水色のレベルメーターみたいなのが触れてるでしょ。このレベルよりも、 大ききな音がが入ってきた時に圧縮しましまょううというのがコンプレッサーなんですねコンプレッサーがどうさしてるかっていうのはこのメーターを見れば分かります。えー、スレッシュオールドを下げていくとこれを今マイナス例えば20ぐらいだとマイナス20を超えたところでコンプレッサーが動いてることが分かります。メーター 触れてるでしょょちっとこれねちょっと,、ね、ょっとあんまりやりすぎるとこんな不自然なあー音になるよなのであんまりやりすぎちゃダメ、えー、そうだなだいたいまあこれぐらいかな動いてもこれぐらいかなこれぐらいこれぐらいでいいと思います オーディオトラックの設定はこんなもんでまずこれ基本、ね、低音をカットするただし声が変わらない程度にねであとは、えー、音の大きさを安定させる意味でコンプレッサーでデカめの音をちょっとたたいておくそういうことをやりますやりました さあ次にですねもうちょっとレベルを稼ぎたいというかレベル的にはまあこれでも悪くはないんですけどまだ若干あの大きいとことの小さいとこの差が少ない方がいいのでもうちょっと聞きやすくしようかなというわけでマキシマイザー2のもうここでかましてしまいますマキシマイザーで、l 1 ウルトラママキシマイザー,ドーンこれもこあんまり細かいこと気にしない、えー、リリースはオートねオートって書いてあってたらもうオート使った方が下手にいじるよりいい結果が出ますですでアウトなんだかセーリングシーリング知らんけどこれを大体ですねマイナス1.0ぐらいにしときますこれはもうおまじないこうしておくことで あのー、マイナス1.0よりもでかい音が入らないつまりオーバーレベルを防ぐことができるということなんですねでこれもスレッシュオルドを下げていくことによってレベルが上がっていきまーすほらもうもうちょっとでかいでしょでどこら辺まで上げるかっちゅう話なんですけどこれはもう いいとこまでとしか言いようがないんですけど大体普通に考えたらピーク要は瞬間的にドンとくるのがマイナス5とかマイナス6ぐらいがいいんじゃないのかなとは思います。OBS のレベルメーターでいうとやっぱり時々この赤に入るぐらいがいいんじゃないか。 これでだいぶ大きいとこと小さいとこの差がなくなって聞きやすくなったんじゃないいいと思うよ。これぐらいうん。でもうほぼこれでいいんですけどちょっと僕黙るんで音聞いてください。ねさあとか今若干外でカラスが鳴いてる音とか入ってるでしょ 鳥のさえずりとか、こういうのをね、黙ってても周りの音って拾っちゃうんですよね。これがそのサーなんですけど、これを削ります。これはね、ウェ v ブスのクラリティ VX。これ使います。はい。プラス、クラ、あったあったあった。VX。これはどうするかっていうと、黙っててノイズが 消えるまでこのつまみをあげるだけやってみます。はい、消えた。どうですこのクラリティ VX がすごいのは、この喋ってる後ろの ノイズも消す。ちょっと聞いてみてください。静かです。これちなみに、オフにすると、こうなわけですよ。すごい、すごいです。これでもう、ほぼ良くないですかね。ほぼいいんですけど、僕はですね、 このお部屋の響き感が嫌なので、ほら今手をね、叩いてみたんだけど、パハン、ハーンって言うでしょ。この残響を消してしまいます。えウェーブスでもクラリティ VX でリバーブで消すのもいいですよ。これ。これもね、 あの、リバーブ成分がなくなるまで、このつまみはあげましょうね。あとは AI が消しますよ。っていうやつなんですけど、これもね、今セールやってるはず。まあ、詳しくはメディアインテグレーションさんのページを見てください。うん。これもね、いいんですけど、私の場合は、これちょっと消します。リムーブプラグイン。 これ消します私の場合は、高いの持ってるんで、それ使います。えー、アイゾートープの RX9 のデリバーブ、ブッブ,ブ,ブってなったっけど、これです。どうですかすごいでしょもう響き感は全然ない。これ全部英語なんだけど、まあ、あんまりいじんなくてもいい結果を出してくれるところは、 アイゾトープのすごいところです。ただ、えー、先ほどのクラリティ VX デリバーブはメリットとしては、えー、レイテンシー、音の遅延が小さい。こちらの RX9 は性能がりかしすごいんですけど、レイテンシーがすごい。このスタジオラックでレイテンシーを見るときは、この一覧を表示すると一番下に出てくるんですね。 プラグインレーテンシー RX9 デイリバーブのレーテンシーは2 0 2 6ックでかいよね。で、ラック全体のレーテンシーが246.6だから、これさえなければ46.6で済んでる。ね、このレーテンシーが気になる方は、 レイ子ンシーがちっちゃいやつを選ぶといい。で、動画配信するときも、動画自体を遅らして再生するっていうことが確かできるはずなので、この OBS は。それで、スタジオラックでレイ子ンシーを見て、その分だけ遅らせてあげると、リップシンクとかもやりやすいんじゃないのかな。そんな感じですね。さあ、音に関してですけども、ほぼこれでいいと思いませんかね。 だいぶ聞きやすいでしょただ、デリバーブしたことによって、これヘッドホンとかで聞くと、あれと一緒。ASMR ですよ。マイクボリボリしてやろうか。やりますよ。ね、これはもう、もう耳の中で直接喋られてるみたいですごい嫌ですよね。それをちょっと緩和するのに、リバーブ消したんですけど、リバーブを足します。 えい。えー、っと、私が持ってるリバーブの中で一番手軽なのは、ルネッサンスバーブルネッサンスリバーブわかんないけど。こですホールリバーブ深いのがかかってるんで、ちょっと、どれにしよう。ベッドルームベッドルームいいじゃん、ベッドルーム。部屋っぽいんでしょ。 このつまみでリバーブの大きさを調整しますが、これじゃあやりすぎなわけで、これが今全然リバーブセーブがない音。なので、これちょっと自然に聞こえるぐらいリバーブを足します。ほんのちょっとでいいです。3とか4とか、こんなもん。こんな感じでどうでしょう。いいと思いませんで、このラックはですね、このスイッチみたいなやつでいっぺんにオンオフできる。 オフってみます。加工する前の音がこれ。今、ここです。いいと思いませんかだいぶいいじゃないですかね。で、お気に入りのセッティングを見つけたら、このセーブボタンを押して、セーブできますと。例えば、OBS っていう名前で、ホ存ンってすると、ね、OBS って出てきます。で、ロードするときはこの三角プチってして、 全部英語だからね、あるかもしれません携帯を大丈夫です。このローカルってやつここに OBS もしくはユーザープリセットフォルダーの中から選ぶ。まあこれ OBS プチってすると、いつでもこの設定が呼び出せます。さあ、えー、やったことをもう一回まとめておきます。まずですね、このオーディオラックっていうのを指して、 イコライザーで低い音の成分をカットする。そして、コンプレッサーでちょっとでかめの音を圧縮する。次。えい。マキシマイザーで全体的に音を大きくする。そして、オーバーレベルしないようにおまじないをかけると。次。これはバックグラウンドノイズ、環境ノイズを取る。次。 部屋の残響成分を取る。次。あまりにも残響成分がなくなってしまったので、残響成分を足す。うん。以上です。こういうことをやっております。聞いてる皆さんどうですかこれぐらいでいいと思います。Waves Studio ク c k 4 OBS を使って、ナレーションを聞きやすいいい音で配信しましょう。 という動画でした。良、えー、ければ、いいねぐらいは押してってくださ、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。